しよし。目が覚めました。パワフルオロカーボンは全部排出されたからもう大丈夫。でも一応検査しましょうね。意識がはっきりしてきたみたいですね。バイタルデータが示しています。紹介が遅れました。私は安村さやか、この工場の工場長をしてます。子供じゃないですよ。あなたと同じです。ともあれ、検査のためにこれからいくつか質問させてください。この鏡に映る自分の顔はどんな風に見えます？なるほど、多少美化の傾向ありと。まあこれくらいなら普通ですよ。次は自分の名前を思い出せますか？はい、これも問題なし、定着よし。では最後に、今日は何年何月何日ですか？そうですね、そういう認識ですよね。でも実は違うんです。あなたは死亡しています。ご愁傷様って分かってない顔ですね。今は2041年、あなたの死亡から20年くらいは経っています。冗談ではないですよ。我々はあなたの死体から記憶を抽出して新しい体にコピーしました。そう、おめでとうございます。あなたは人工人間としてこの世に生まれ直したのです。記憶のコピーってなかなかうまくいかないんですよ。 0.01% ぐらいですかね。大成功ですよ。失敗すると負荷に耐えきれずに脳が爆発しちゃうから、お部屋の掃除が大変なんですよね。やっぱり亡くなった時のあれのおかげですかね。あなたを選んでよかった。特別安定してましたよ。あ、あなたが死んだ後の話をしましょうか。現在日本は3つに分裂して内戦中なんです。で、どの陣営も戦力不足、ただでさえ少子高齢社会ですしね。今一番多い年齢層が80歳代なんです。まあ戦争なんて人工人間使わないとやってられません。でも経験がないとね。で、即戦力としてあなたを製造させていただきました。人工人間の体と人としての経験を持ったあなたは最強の指揮官となれるだけのスペックを持っています。ただまだ言ってなかったのですが、記憶の定着は研究段階の技術なので、ほっとくと副作用で廃人になります。なので、はい、これを。この薬品を定期的に。どうしても嫌なら別に使わなくてもいいですよ。廃人になるまで脳の中枢が腐っていくので、意識があったら想像を絶する苦痛だと思います。それで3日目以降の薬品なんですが、そんなに在庫ないんですよね。最近失敗続きだったし。じゃあ今後どうしたらいいのかって、実はどこか陣営に所属して戦闘すればこの薬品を支給してもらえるようにしてあります。あなたは間違いなく今の私の最高傑作です。どの陣営であれ戦争終結に導けるはず。自分の命のために
そして日本の救済のために戦ってくれますか？そうですよね。あなたならそう言ってくれると信じていました。頑張ってください。わかりました。適正試験シミュレーターを起動するので、画面に従って答えてください。なるほど。霞が関が向いてるみたいですね。この陣営に決めてしまいます。了解です。こちらの方から霞が関へ連絡しておきます。あなたを無事送り出すことができて本当に良かったです。ではどうぞ、楽しい人工人間ライフを。あるいはこの凄惨な世界へようこそ。うん、よろしく頼むよ。よろしく頼む。よろしく頼むよ。はい。では。いや。エンジンかい？そうか。よし。では。なんだ？ああ。うん。まあいい。うん。では。調子だ。
何？問題ない。よろしく頼むよ。いいね。いや。任せたまえ。よろしく頼むよ。
ありがとう。いや、ありがとう。よろしく頼む。はい。よろしく頼む。よろしく頼むよ。では。よろしく頼むよ。はい。そうだね。問題ない。大丈夫だと思う。変人だね。いや。まあいい。ではさてな。問題ない。ではは変人の東堂咲、京極ハレルヤ局長の補佐をやっている。よろしく頼む。私はコンピューターイロハと呼べばいい。演算なら任せて。ここがこうなって、あっちが、よしよし、分かってきた。問題ない。なんだ。出撃するぞ。準備はいいか。よし。
いや。敗北は許さん。では。なるほど。よし。では。よし。よし。なんだ。よし。彼らの領地が拡大されたぞ。制圧にまた一歩近づいたな。あっぱれあっぱれ。はい。それ。我々の勝利のために。あっぱれあっぱれ。我々の勝利。では。よし。そうか。はっ。
よろしく頼む。了解した。